安倍内閣総辞職を国会前19日行動を開始します。今日は梅雨の晴れ間の暑い日でしたが、ようやく入国日に適したような気候になってまいりましたけど、ここはもうしばらく暑く、大きな声を上げていきたいと思います。最初にコールで、元気な声を響かせていきたいと思います。コールは専任委員会の山本さんです。よろしくお願いします。このまま頑張っていきましょう。よし。戦争法は必ず廃止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 。共謀罪は必ず廃止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 。憲法違反の法律いらない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 。今すぐ廃止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 。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 安倍政権は今すぐ退陣。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 みんなの力で政治を変えよう。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 悪法を作るな。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 コープロ制度絶対反対。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 命を壊す法律いらない。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 カジノ法案絶対反対。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  TPP は承認撤回。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 安倍政権は必ず退陣。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 今すぐ退陣。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 憲法を壊す総理はいらない。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 戦争したがる総理はいらない。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 盛りかけ疑惑徹底追及。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 国家権力私物化するな。国家権力私物化するな。国有財産私物化するな。国有財産私物化するな。理事長出てこい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 。理事長官房。理事長官房。必ず官房。必ず官房。今すぐ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 官房。安倍首相の責任重大。安倍首相の責任重大。今すぐ退陣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 。みんなで倒そう。みんなで倒そう。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 頑張りましょう。頑張ろう。山本さん、ありがとうございました。申し遅れましたが、本日の司会は憲法共同センターの松田が務めさせていただきます。最後までご協力よろしくお願いいたします。最初にご案内ですが、今日の集会の最後にキャンドルアピールを行います。100万人のキャンドルデモで、韓国の政治を変えた仲間たちから
キャンドルが届けられていますので、それを使って最後にキャンドルアピールを行います。今キャンドル配っているんですけど、まだ持っていないという方はお近くのスタッフに行ってください、もらってください。1人1本それでは会期末を明日に控えて、国会情勢大変緊迫しておりますが、今日も各党から委員の方が駆けつけてくださっています。到着順にご紹介します。ご挨拶をいただきます。最初は日本共産党の参議院議員小池晃さんです。皆さんこんばんは。日本共産党の小池晃です。共産党からは、高橋千鶴子、塩川哲也、本村信子、畑野君恵、衆議院議員が、藤野康文、衆議院議員、そして井上聡参議院議員、平良佳子参議院議員、山添拓参議院議員が参加をしております。嘘と偽りの政治がまた今日さらに広がりました。加計幸太郎氏の記者会見ご覧になりましたか？大体あの大きな被害の出た地震の直後に、そしてワールドカップの試合やるってその日に2時間前に通告して、東京から記者が来れないような時間にやって25分で終わってしまう、あまりにも卑怯なやり方ではないでしょうか。大体3年前のことだから記憶も記録もなくなりましたって、どっかと同じようなことばっかり言ってるじゃないですか。みんな嘘つきは同じになって、大体ですね、あの首相に会ったということがでっち上げだとすれば、それを出発点として巨額な補助金が出たんですよ。認可を取り消すぐらいのことをやらなきゃいけないのに、たった1割の給与の返納で解決できると思ったら大間違いではないでしょうか。あんなデタラメな記者会見で終わらせるわけにいきません。国会に出てきて証人喚問応じろという声を上げようではありませんか。森友問題も昨日の参議院の決算委員会で共産党の辰巳幸太郎議員が明らかにした、また新しい文書が出てきて、なんと検察にまで首相官邸がこれを早く解決しろと働きかけていた、とんでもない資料も出てきたではありませんか。自民党は盛りかけばかりやってないで大きなことやれなんて言うけど、自民党にはやりたくない。盛りかけ一つ解決できずに大きな政治ができるわけがないじゃないですか。民主主義の根本中の根本なんです。私たちは徹底的に追及してまいります。安倍首相が退陣するまで追及をご一緒にやっていこうではありませんか。国会は会期末を迎える中、皆さんの運動の後押しもあって今日やられるのではないかと言われていた参議院の委員会での TPP 法案、そして働き方働かせ方大改悪法案の採決を先送りにすることができました。明日会期末だから、このまま廃案にしようではありませんか。皆さん、この会期延長とんでもないですよ。これだけ法案の問題点が明らかになってきた。カジノ法案というのは、皆さん、賭博場を解禁するんですよ。カジノというのは賭博ですよ。ヤクザだ。刑法で禁止されている犯罪ではありませんか。犯罪なのになんでできるのか。公営ギャンブルは公営性があるからということで違法性が阻却されているんです。カジノには全くそれがない。アメリカのカジノ企業から安倍首相が要求され、そして強行しようとしている、公共性のかけらもないではありませんか。こんな恥ずべきことを成長戦略に位置づける安倍政権のやり方に怒りの声をご一緒に上げていこうではありませんか。
働かせ方大改悪だって、残業時間の上限を月100時間まで認める、過労死の合法化ではありませんか。しかも立法事実が全くないんです。だってこの高度プロフェッショナル残業代ゼロ制度、そのヒアリングを行ったのは1月31日に最初のヒアリングやってるんです。皆さん、法案の要項はその後で出たんですから、その前に出たんですから、全くこのヒアリングと関係ない。そしてたった一人の意見を聞いただけで今度は法案を出した。皆さん、こんなデタラメな立法の根拠そのものがないようなとんでもない法案も廃案にするしかないのではないでしょうか。しかも会期末になって自民党はとんでもないことを出してきた。参議院の選挙制度の変える法案を出してきたんですね。これも自民党による自民党のための法案みたいなとんでもない法案を、国会の会期を延長して自民党のお家の事情のために強行しようとしている、国会の私物化ではありませんか。皆さん、でもこの国会、憲法9条改悪の発議を安倍首相は当初狙っていた。しかし憲法審査会を今までまともに開かせていない、これは市民と野党の共闘の力ではないでしょうか。数々の悪法を会期末ギリギリまで審議を続けてきた、これも皆さん市民と野党の共闘の力なのではないでしょうか。私ども野党は徹底して戦う、明日も会期延長は許さない、そういう立場で頑張りに行ってまいります。そして悪法は徹底審議、徹底追及、悪法は徹底追及、そして悪法は徹底追及して廃案に、そして疑惑は徹底解明で、責任の追及を通じて安倍政権内閣総辞職へと追い込んでいこうではありませんか。皆さん、自民と野党の共闘で戦い抜く決意を表明して、この場での連帯のご挨拶といたします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。小池議員、ありがとうございました。ここでご案内ですが、国会議員会館前大変混み合っております。多くのご参加者、ご参加の方々が詰めかけておりまして、なかなか通行するのも困難なような状況になりつつあります。今日は国会図書館前にもスピーカーなど配置して、ご発言、参加者のご発言が聞かれるようになっておりますので、できるだけ国会図書館前の方にお運びくださいますようにお願いいたします。それでは国会議員の方のご発言続けたいと思います。社民党参議院議員の福島瑞穂さんです。お願いします。国会前に集まられた皆さん、こんばんは。19日のこの党総係行動、たくさんたくさん集まってくださって、お一人お一人に感謝と連帯を表します。大阪の北部で地震が起きました。4名の方が亡くなり、300名以上の人が負傷されたということを、本当にご冥福と、それから怪我をされた皆さんには心からお見舞いを申し上げます。復旧に、そして震災に対するこの被害の支援を社民党も超党派で頑張ってまいります。そして一言、世界の地震の1割が日本で起きます。地震列島日本で原発を動かしてはならないと思いますが、皆さんどうですか。もう原発再稼働してはなりません。今動いている原発も止めるべきではないでしょうか。今日は6月19日、明日は閉会日です。悪法無理無理に通すために会期延長なんて邪道ではないでしょうか。明日きっぱりきっぱりきっぱり閉会せよ、皆さんいかがでしょうか。そして森友加計学園については閉会中審査をやっていこうではありませんか。先ほども小池さんからありました、各
竹幸太郎さん初めて今日記者会見をやりました。でも地元の記者しか出てないんですよ。国会に来て承認喚問応ずるべきだと思いますがどうでしょうか。安倍総理と安倍総理の腹心の友竹幸太郎さんのもとで今治市は36億円土地を無償譲渡し100億円近いお金を今治と愛媛で補助をします。そして私学助成もあるんです。国家戦略特区の穴を開け、そして巨額のお金を手にした竹幸太郎さん、事実を承認喚問の下で語るべきではないでしょうか。そして関与が明らかになっている安倍昭恵さんの承認喚問も絶対に必要です。今日参議院の厚生労働委員会でまさに残業代ゼロ法案、コープロ法案の審議がありました。採決はもちろんありません。皆さん、この法案成立させてはなりません。廃案に一緒にしていきましょう。この日本で労働時間、休憩、休日、深夜業、一切の労働時間規制のない労働者を誕生させてはなりません。条文案には割増賃金を払わないとなっています。割増賃金払わないために大企業のコストカットのためだけにこれをやろうとする安倍内閣は労働者の命を命と考えていません。働かせるだけ働かさせて、あとは知らない、健康管理時間なんかやれませんよ。条文の中に裁量という言葉はありません。成果と一切関係ありません。お金を払いたくないためだけに残業代ゼロ法案、こんな法案みんなの力で葬り去っていきましょう。ワクチン法案、外国から人を呼ぶと言っていたが7、8割日本人だと言われています。6000円の入場料、3000円は国へ、3000円は自治体へ、この儲かった粗利の 15% は国へ、 15% は自治体へ、こんなの成長戦略という安倍内閣、倫理のへったくれもないと思いますが皆さんどうでしょうか。博打じゃないですか。博打が、そして日本人からお金を巻き上げるものです。人を不幸にする、ギャンブル依存症を増やす、そしてアメリカのまさにラスベガスのこの、カジノの業界のために、トランプ大統領の支援者のためにまさに日本で作り、そしてみんなからお金を巻き上げる、これが日本の総理大臣のやることでしょうか。高度プロフェッショナル法案はみんなをボロ雑巾のようにこき使う、そして博打法案はみんなからお金を吸い上げるものです。そして安倍内閣は骨太方針、来年10月に消費税を 10% に上げようとしています。みんなから絞り取るだけ絞ることしか考えていない、こんな内閣みんなの力で退陣に追い込んでいきましょう。嘘の上に未来は築けません。嘘の上に政治は作れません。一緒に一緒に未来を作っていきましょう。そのために社民党、他の野党と、そしてたくさんの市民の皆さんたちと力を合わせ、一日も早く王様は裸だをやめろ、安倍内閣退陣に向かって全力を注ぎます。明日まさに閉会しろ、その声を一緒に上げていきましょう。悪法を成立させないために一緒に力を合わせましょう。ありがとうございます。福島県、ありがとうございました。続きまして、立憲民主党から衆議院議員の神谷博史さんです。お願いします。どうも、国会前でお集まりの皆さん、立憲民主党の
神谷博士でございます。全体のご挨拶をさせていただきます。本当に皆さんご苦労様でございます。でも本当は今日は皆さんと明日で終わりだ、この厳しかった国会、働き方改革もカジノも全部これで終わる、そうやって明日を祝いたかった。おいでもどうでしょう、有名人本当に残念、今日カジノ法案を衆議院で強行採決をされてしまいました。とんでもないことだと思いませんか。人の不幸を踏み台にして経済成長なんてことがありえますか。絶対に許しちゃいけないんです。人の不幸の上に今の政治、今の安倍内閣がある。これ以上不幸な人、そしてこの先この国が不幸になることを許してはいけないんです。だから安倍内閣を一刻も早く終わらせなければいけないから、皆さんがここに集まっている、そして我々も声を上げている。しかしなかなか声は届かない。わずかな距離なんだけれども、こんなに遠い距離私たちは感じたことはない。しかしでも必ずやこの安倍内閣を終わりにすることができる。皆さんの力があれば必ずできる。心のある皆さん方の力があれば私は必ず今のこの政権を倒すことができると信じています。明日本来会期末なんです。これでカジノ法案も終われば本来働き方改革もとうの昔になくなっていたんです。我々は忘れてはいけないし、まだ諦めてはいけない。たとえ強行採決のもとに国会が延長されたとしても我々は絶対に諦めてはいけないんです。諦めたらそこで終わる。だからこそ今日皆さんとここに集ってまたその明日からの思いを確認をしたいと思いました。立憲民主党は野党のここに集まっている皆さんと一緒にあくまで安倍内閣を倒すために行動してまいります。この国の大切な憲法を守るために行動していきます。もうこれ以上この国から戦死者を出さないために、不幸な人を出さないために、そして悲しい人を出さないために行動していかなければなりません。だからこそ大変な中皆さんにお集まりをいただいている、本当に申し訳ないことだと思います。でも最後まで頑張りましょう。そのことをお約束をして立憲民主党神谷博からのご挨拶に返させていただきます。本日はどうもありがとうございました。神谷君ありがとうございました。国会議員の皆さんには明日一日国会会期延長を許さず、また一日大奮闘していただきたいと思います。議員の皆さんに大きな拍手で、受け入れの拍手をお願いいたします。それではここで集会主催者からご挨拶を申し上げます。九条小松菜実行委員会の石山直子さんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。主催者を代表しまして、挨拶をさせていただきたいと思います。まず最初に昨日大阪の震災で亡くなられた方、被災者の皆さんにお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。さて安倍首相はこの国会、森友疑惑、加計疑惑を追及されたくなって一刻も早く終わらせたいはずなのに、この国会延長しようとしています。なんでなのか。それはこの働き方改革カジノ法案の強行成立に他ならないのではないでしょうか。疑惑追及の危険を冒しても成立させたい、これらの法案とはまさに大資本のために労働者と市民の命と生活を犠牲にしてもいいという、そういう法案に他ならないんじゃないでしょうか。私は過労死親族の方たちが遺影を持って
見つめる中で安倍首相らがヘラヘラと談笑していた場面を忘れることはできません。面会要求を無視し、明らかに視野の中に遺影を持った遺影を感じているにもかかわらずヘラヘラと笑っていられる人間を許すことはできません。このような人間が首相であることを許すことはできません。過労死やギャンブル依存を代償とする経済の活性化も観光立国も私たちは求めていません。私は障害者福祉施設の職員として8年働いている中で、北朝鮮のミサイルを迎撃するための武器のために湯水のように金を使う一方で福祉が切り捨てられているのを現場で見続けています。戦争ができる国づくりと背中合わせに、大資本と死の商人が我が物顔で労働者市民をむさぼり尽くす社会を許してはなりません。さて、6月10日新潟県知事選、残念ながら敗れてしまいました。米山知事の突然の辞職というマイナスからのスタートでしたが、池田千佳子さんという素晴らしい方の立候補と素早い野党共闘の立ち上がりをもって、どんどん追い上げ、追いつき、追い越すところまで戦いました。戦争と原発化、平和と脱原発、そして女性知事の誕生か、紐付き官僚か、国策か、地方自治かと、そういう問いを問う戦いに私も駆けつけ応援してきました。本当に悔しくてなりません。そして争点隠しという安倍政権の手法は、世論操作政治という非常に危険な政治であるということを伝えたいと思います。それでもこれまでにはなかなかスムーズにスタートを切れなかったことを思うと、今回は市民と野党の共闘が早々と出来上がり、一致団結して戦うことができたのは大きな自信となりました。皆さん、安倍晋三が最も恐れているのはこの野党共闘と全国各地無数の市民の立ち上がりなんです。やっぱりこの共同の力を持って私たち戦っていかなければならないと思います。さて、私はお酒が好きなので、安倍政権をお酒に例えると、今ちょっと上がってウイスキーの度数ぐらいになってますけれども、それでも安倍政権、あんなにひどいことしても 30%、 まあ泡盛りぐらいはあるんですよね。本当ならば 0% にもなってもいい、そのような状態にもかかわらず 30% はある。この安倍政治のデマゴギーに騙されて酔っ払ってる場合ではありません。酔いから目を覚まし、支持率を一桁のほろ酔いぐらいに叩き落として、嘘と捏造と人権侵害の海にまみれたこの政治をみんなの力で変えていかなければなりません。この前、高田さんが韓国に行ってきて言われたキャンドル革命が起きる前はなかなか盛り上がらない時期もあって、私たちが戦っているのは鉄の壁なんじゃないか、だけど諦めない戦いの中でその壁を突破する局面が来たと、この話は私たちに本当に励みになる話でした。こんなひどいことをしても 30% の支持率がある、この大きな壁を突き破るには、私たちの諦めない戦いで無数の小さな穴を開けるしかないのではないでしょうか。決戦はもうそこまで来ていると思います。秋には知事選、沖縄知事選を迎えます。さらに今、朝鮮半島を焦点に平和と戦争がせめぎ合っています。戦争へ転換するのか、平和へと転換するのか、歴史の分岐点です。私たちは傍観してはなりません。兵糧艦のように振る舞ってはなりません。アジアを侵略し、広島長崎に原爆を投下された当事者として、アジアの人々とともに主人公として、この重大な歴史的局面に関わらなければなりません。そのために、第一にやるべきことは安倍政権の打倒ではないでしょうか。本日は韓国から、韓国市民の皆さんが集めてくれたこのキャンドル
ります。電池代までもらったんです。このキャンドルを手に安倍政権を必ず必ず打倒するという決意を改めて固めようではありませんか。頑張りましょう。ありがとうございました。北山さんの言う通り。はい、北山さんありがとうございました。今のお話にもあった韓国から送られたキャンドルですが、お返しいただく必要はございませんので、ぜひ大切にお持ち帰りいただいて、全部入るの集会をお持ちいただければと思います。顔出して、顔出して。それでは、毎度のことで恐縮なんですが、皆さんにお願いがございます。もういいよ、もういいよ。キャンドルはお持ちいただいていいんですけども、代わりにですね、これからの最終盤、国会最終盤、あるいは延長になるかもしれない、これを乗り切っていく、さらに大きな運動を作るために、毎度のことですが、カンパのご協力をお願いいたします。これからスタッフがカンパ袋を持って回らせていただきますので、ぜひご協力をお願いいたします。それではここで、各界からお越しいただいている方々から連帯のご挨拶をいただきたいと思います。最初は、先ほど行われました中野区長選挙で大活躍をされました安倍政権2の東京地域ネットワークの松井奈緒さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。安倍政権2の東京地域ネットの松井奈緒と申します。私たちは東京の14地区の市民活動をしているグループが集まってネットワークでつながっています。その中で私たちは中野で活動をしています。今回先日の区長選のお話をさせてもらいます。私たちはもともと中野駅北口で中野アピールというグループを作り、市民のリレートークで安倍政権に対する抗議を続けてきました。今日も中野の北口ではみんな40人ぐらい集まって中野アピールをしています。もう68回になりました。寒くても暑くても雪が降ってもずっと続けてきています。ここの皆さんの集会と同じです。地元からやっていかないといけないということで続けてきました。そのグループが超党派、市民と超党派のグループです。その信頼関係があったので、今回の中野区長選ではすぐに区民の声中野というグループを立ち上げました。そして超党派の、党派も、立憲民主党、共産党、中野生活者ネット、そして無所属議員も加わり、私たちの、中野の声、じゃ市民区民の声中野というグループになりました。そしてその、そこに今回勝った区長さんの、酒井さんが立候補者として来てくれたんです。私たちは今までの16年の長きにわたる田中区政のあまりのひどさにもうへきへきし、絶対に勝つぞというこの枠組みを作った。そしてそのことで今回一回も割れることなく共闘ができたことが勝因だと思います。新人議員が現職に勝ったのは21世紀になって初めてだそうです。この23区では初めてのことだということです。憲法擁護比較として宣言をしている中野において前区長は平和首長会議を、参加しませんでした。だけど今度の新しい区長は平和のために平和首長会議に参加して、そして憲法擁護比較都市宣言を守ると言ってくれています。私たち憲法を守りたい、その思いも今の区長にはしっかり伝わっています。中野は少しずつ変わっていくことと思います。今回の中野の区長選の事務局長平沢に代わって、どういう体制でやったかちょっと話をしてもらいます。
民の声を聞かせる聞く中野区政を実現させる会、通称区民の声中野の事務局にらさわです。中野区で先日行われた区長選挙で酒井直人さんが3万6千票ちょっと、現職の田中大輔が2万7千票大差をつけて勝ちました。ありがとうございます。よかったよかった。勝った要因は3つあります。1つ目は松井からも述べましたが、現職の田中区政が16年間本当にひどい区政を続けてきた、その怒りが大きかったということです。保育園は全部民営化する、児童館は全部廃止する、大きな森のある公園の木を5000本も切る、その一方で駅前に1万人のアリーナを作る、こんな区政をあと4年間続けさせてはいけないという思いが酒井さんに寄せられました。2つ目は、今までいない幅広い区民が選挙に参加したということです。選挙活動をやったことのない人、それどころか投票にも行ったことのない子育てママさんたちが多数参加をしました。3つ目は、野党共闘が最後まで崩れなかったことです。いろいろ悩ましいことがあったんですが、不一致点は横へ置いて一致点だけを大事にして行動を一緒に続けるということをやってきました。野党共闘があったので幅広い区民が安心して選挙に参加することができました。よく野党共闘は 1+1 が3にもなると言いますが、それは自動的にそうなるのではなくて、多くの人が参加できるプラットフォームになったということだと思います。以上です。どうもありがとうございました。これからも中野区政を良くするために、頑張っていきたいと思います。以上です。おめでとう。頑張ってよかったよ。お話ありがとうございました。連帯のご挨拶続きまして、安保法制一件訴訟の会、小玉雄二弁護士です。よろしくお願いします。皆さんご苦労様です。マイク持ったら、持った声が、私はもう全国の違憲訴訟弁護団の東京での常任幹事をやってます。本当にあの政治がもう異常で我慢できずに今日来ました。この裁判を少し紹介したいと思います。この裁判は今皆さんのお一人お一人が持っている平和的生存権、人格権、それと憲法改正権を侵害されたということでの国賠の損害賠償、これが一つです。そして自衛隊が海外派兵に行くことを阻止する、これがもう一つの裁判です。この裁判が全国で今30の裁判が行われています。そして8月には皆さん名古屋でノーベル平和賞をもらったマスカーさんが原告になって頑張ります。そして名古屋は知ってますか。名古屋市違憲訴訟イラクの判決が出たところです。そこの青山裁判官も参加するそうです。このように違憲訴訟はどんどん充実発展していってます。そしてこの裁判はまた皆さんの戦いは国内だけではなくて国際的に広がってます。この裁判の笹本という弁護士が、これは僕はコスタリカの仲間なんですけども、会のね、国連で今皆さんの平和的生存権が、我々は全国でありますけども、世界が皆さんやっぱり平和的生存権だということの叫びが今国連で平和への権利という形で今条約への審議化が進んで、この裁判も紹介されて、この裁判の審議が世界的にも広がっています。そして今この裁判では証人尋問をぜひ採用させようと。そしてこの裁判自身はこの総行動と市民連合と一体です。皆さんがご存知のこの総行動の中でも本当に、出てきた宮崎さん、浜田邦夫さん、福山哲郎さん、半田さん、前田哲夫さん、西谷さん、半藤さん、そして青井美代さん、これらの証人をぜひ裁判所に
採用させなければなりません。私たちも頑張りますから、もし裁判官が採用しないようなことがあったら頑張りましょう。そして、最後に私自身この裁判は広がりがあるだけじゃなくて深みがあります。僕自身今内田さんと一緒に自衛隊の実態、そして去年からの北朝鮮脅威を利用した本当に集団的自衛権行使の戦争の実態がますます調べれば調べるほど明らかとなり、今予算が自民党は 2% ヨーロッパ並みに要求して、それって自衛隊は敵基地攻撃能力、先制攻撃、いわゆる侵略戦争をやる事態の皆さんが専守防衛の自衛隊あるいはと思ってますけれど、もうそれを超えてフルスペックの集団的自衛権行使の実態になってきていることを踏まえて、ぜひ救助、自衛隊加減を阻止するために頑張りましょう。私はね、止まらなくなっちゃうからもうこの辺でやめます。じゃあ頑張りましょう。児玉さん、ちょうどよく止めていただきましてありがとうございました。続きまして、安保法制に反対するママの会から高岡直子さんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。大田区で内会をしております、高岡直子と申します。手に持ってください。よろしくお願いします。もしかしたら医療者の会もやっているので、デモの医療班として皆さんにお会いしたことあるかもしれないです。私はこの 4、5年外来で患者さんを診察していてつくづく感じます。ダブルワーク、トリプルワークの派遣社員、残業時間が長い正社員、仕事がなく表情が暗い自営業者の方、親の介護と仕事の両立に悩む方、病気になっても受診できないシングルマザーの方、こんなに多くの方が心や体を壊しながら働いているって、これは自己責任なんかじゃない、社会の問題じゃないでしょうか。働きすぎで命を落としてしまう、いわゆる過労死が後を絶たないのも無理はありません。このような日本社会の中で働き方に関する法律が変わるのであれば、それがどんなものであれ過労死を減らすものでなければおかしいんです。今日の採決は見送られた働き方改革、これが過労死を減らすどころか増やす危険性の高い法案であることは、過労死ご遺族の方々が首相官邸前で座り込みをしてでも首相に会おうとしたことからも明らかだと思います。別名、高度プロフェッショナル制度、別名残業代ゼロ法案、定額働かせ放題、過労死促進法、私たちは馬車馬のように働いて体を壊して早死にするために働いているのではありません。自分の仕事に誇りを持って働く、言っておきますが人間ですよ。少子高齢化のこの日本社会の中で、全ての労働者が定年まで健康に勤め上げれ、上げられるように社会のシステムを改善することこそが政治の役割ではないでしょうか。権力を持つ側、つまり経営者が労働者を酷使しないよう規制しているのが労働基準法だと思います。その内容を経営者が都合のいいように変えるのはそもそもおかしい。憲法も全く同じです。権力を持つ側を縛るためにある。権力を持つ側は必ず暴走するからです。現政権で特定秘密保護法、安保法、共謀罪、数々の憲法違反じゃないかと言われている法案が強行採決されてきました。よりによってこの政権の間に改憲を許しては絶対になりません。どこをとっても私たちにいいことはないのは明らかなこの政権なんですが、なぜか支持率が下がり止まっています。人権を無視する恐ろしい内閣だということがよく分かってない方がまだまだ多いんだと思うんですね。政治は自分に関係ないと興味を持たない方、ニュースも見ないという方にどうアプローチしたらいいものでしょうか。
私は自分の健康に関心がない方に自分の病気について知って行動を変えていただく手法が政治に無関心な方へのアプローチに応用できるのではないかと思っています。例えば喫煙、私はもう何度も禁煙するように患者さんにお話をしていますが、私が話した方が全て禁煙していたらもうとっくにタバコ会社は潰れていることでしょう。同じようにですね、政治家の先生の前で言うのなんか言いにくいんですけど、街頭演説での政治家の話を多くの人が耳を傾けて聞いていればもうとっくに安倍政権は退陣に追い込まれています。健康に関心がない方ほど医者の話を聞かない、政治に関心がない方ほど政治家の話を聞かないんです。ではどうして私の禁煙外来に患者さんは来るんでしょう。一番多い理由は仲間に勧められたから、仲間が喫煙をやめたから。これをピアエデュケーションと言います。ピアは仲間、エデュケーションは教育ですね。自分と立場が異なる人の話は素直に聞けない、わからないけれど、自分と同じ人、立場の人との話はすっと入ってくるんですね。私の患者さんでも娘や息子が過労死でしてしまわないか心配している方は多くいらっしゃいます。その心配って政治的な関心があるなしに関わらず多くの方が抱いていますよね。その話から高度プロフェッショナル制度につなげていただけると効果的に政治に関心を持っていただけるのではないでしょうか。娘や息子が結婚しないという悩みをお持ちの方も多いです。これは紛れもなく派遣法の問題と関連しているはずです。政治が悪くなったからといって急にニュースを見るようになったり政治家の話を聞くようには皆さんなれないんです。その人の持っている心配事や不安と政治を結びつけてあげる人が必要なんですね。でこれは逆にここにいる皆さんにしかできないアプローチだと思います。まさに草の根の運動ですけれども、ご近所同士、仲間同士で学び合う、私たち一人一人がピアエデュケーションで政治を広めていく案内人になってですね、この日本をいい方向に進めていこうじゃありませんか。大事なのは勝つまで諦めないこと。お互いに励まし合って粘り強くいきましょう。ご清聴ありがとうございました。高岡さん、ありがとうございました。続きましての連帯のご挨拶は、安全保障関連法に反対する学者の会、小森洋一さんです。お願いします。皆さんこんばんは。お忙しい中ご苦労様です。私たちは今国会で安倍晋三政権が強行しようとしている働き方改革法という全く嘘の、その内実はとにかく今発言がありましたように過労死を加速させていくような、こうした法律を絶対許さない、その決意をしっかり固めていきましょう。今大事なことはですね、安倍政権が出している法律の名前その他、私の専門は日本文学ですから、日本語の専門から言わせると嘘と偽りにまみれた法律の名前がずらっと並んでるわけです。一体何が高度プロフェッショナル制度なんですか。内実は残業代ゼロ法です。つまり今大事なことは、この国会にかけられている全ての法律の嘘をしっかり私たちが多くの人たちに明らかにして、しかも急いで明らかにしていくことだろうと思います。すでにこの前の NHK の世論調査では、この高度プロフェッショナル制度なる残業代ゼロ法に対して賛成はわずか 14% でした。反対はその倍以上の 32% です。私たちがしっかりと国民の中にこの国会にかけられている法律の内実を語り、本質を明らかにし、そしてこれは絶対に許してはいかないという運動を広げていけば、絶対に阻止することができるわけです。今大事なことはもう2歩3歩
この反対の声を強くする運動、どれだけ私たちが草の根で広げていくことができるかどうか、ここに今安倍晋三政権を打倒できるかどうかがかかっています。でそのためには大事なことは、この安倍政権があらゆる問題に関して嘘と偽りで国民を騙そうとしている、この本質をしっかり明らかにすることです。この高度プロフェッショナル制度をめぐって12件の調査が出ましたが、そのうち9件までは厚生労働省自身が5月31日に全て企業側にお願いして企業側に選定していただきましたという、全部グルになった嘘だったということが国会で明らかにされました。私たちは改めてこの一連の働き方改革法が国民をどんどん過労死に追い詰める、そういう本質であるということをより一層明らかにしていく必要があると思います。そしてそれと同時に、今安倍政権が何とかして国会で発議しようとしている憲法改悪を何としても阻止することです。この前の6月7日、私たちは安倍会見の3000万人署名の署名を提出してきました。私は小沢一郎さんにしっかり渡して握手を交わしました。この間運動を進めてきた私にとってとても感慨深い一瞬でした。大事なことは、今多くの人たちがこの3000万人署名、安倍政権を打倒するための署名なのですねと言って、駅頭でやってても、スーパーの前でやってても、駆け寄って署名をしてくれる、そういう状況になりつつあります。その意味で本当に安倍政権を追い詰めるためには、この安倍球場会見の3000万人署名を本気で最後の目標までやりきろうではありませんか。この運動に球場の会正式に参加させていただいています。いくつもの球場の会で目標を突破したという成果が上がっています。多くの会が目標に向かって今やっています。どうか皆さん力を合わせてこの3000万人署名やりきろうではありませんか。3000万をやりきるということは、今改憲を狙っている勢力が二度と国会には戻ってこれないという私たちの意思を突きつけることです。今こそ市民が連帯してこのことをやりきる必要があると思います。今皆さんがお持ちのキャンドル、これは韓国の人たちがあのパク・クネ政権を追い詰めて、そして追い落とした、その運動の証です。その市民の運動があったからこそ、歴史的な米朝首脳会談を実現することができたんです。私たちがかざしているこのキャンドルの光こそ、本当にアジアに平和をもたらす、そういう運動の証です。最後まで頑張り抜きましょう。小森さん、ありがとうございました。連帯のご挨拶の最後は、今までも話題になっております働かせ方改悪法に反対して奮闘されています雇用共同アクションの柚木康子さんです。お願いします。雇用共同アクションに全農協から参加しております柚木と申します。何度かこの場でお話しさせていただきました。もう冒頭から小池さんからも、なんか福島さんからもお話がありましたように、今日やられるかもしれないと言った強行採決は回避しました。ただ働かせ方改革の問題点というのはますます明らかになったと思うんですね。先ほどお話になった小池さんが、高度プロフェッショナル制度について年間で104日、まあ、週休2日ということですけど、休ませたら後の時間は24時間6000時間にも及ぶ労働させても、それを取り締まる、それをダメという法規定にはなってないなというふうに加藤法務大臣に、質問しても、なんと、なんかぐたぐたと関係なく、そのような制度にはなっておりませんとか、働かせ方とかとそういうことではありませんとか、ぐたぐた言って、小池さんは6度もはっきり言えて、イエスかノーかで言えというふうに追及して、まあ、加藤はついに、そういうことにはなってないということを認めたんですよね。ということは、本当にあのまんま言ったら、何の歯止めもなく、
やられてしまう。だって健康管理時間っていうのも一体どうやって健康管理の時間を把握するのか、過労死の裁判の時に一番皆さんたちが弁護士の人もそして遺族の方たちも苦労するのが労働時間の把握なわけです。今だって把握の義務があると言いながら企業はですね、そのパソコンに残っているデータを消去しちゃうとか、ひどいところはその亡くなった人の家にまで行ってパソコンを持ってきてしまうとかっていうことで隠蔽するわけですよね。ましてや今度は健康管理時間なので、企業に行って出てった時の時間ぐらいは分かるからね。でもそれもね、入退室の時間っていうののデータはビルに入った時の時間だとすると、そのデータの保有者はビル管理会社だっていう話もあるんですよ。そうするとその時間も把握できない。で実際に入室して退室するまでやってもその間に仕事してたとは限らないなどというのが、企業がよく今だって言ってるわけですから、そういうことからいくと労働時間も把握できないまんま、そして、何千時間働いていようと、労災にはならない、労災を認めることができない。労働監督官の人も言ってますけど、根拠法がないのだから取り締まることはできないんですよ。そういうひどい問題を、やろうとしていると。そして何よりもひどいのは、立法こういう制度が欲しいと言った人がいるって加藤は言ったわけで、そしてどんなところにあるんだって言ったら12の例を出したわけで、先ほど小森さんもおっしゃってましたけど、ね、企業の人事が同席したとか、グループ会社の人事も同席してヒアリングって、それは一体何だと、本当にヒアリングしたのかどうかもよくわからない。それでもその中に書いてあることが、コードプロフェッショナル制度を欲しいって言ってるわけじゃないですよね。で、福島議員がコードプロフェッショナル制度っていうのは全ての労働の時間に関する規制が対象にならないんですけど、そういう制度でいいんですかっていうふうに聞いたのかって言ってもお答えできないです。お答えしないわけですよね。ということは本当にひどい状況にあると。で、もともと1月とか5月にやっていますけれども、法案要項ができたのは、コードプロセッショナルと長時間労働はもうちょっと前からできていて、そして最後に八本一括の法案になったのは去年の9月です。すごいバタバタ労政審をあっという間に、議事録も何にも出さないまんまに法案要項を作って、安倍は9月に、ね、勝手な解散をして今に至ってるわけですけども、そんな法案で要項ができているにもかかわらず、今頃になってバタバタと聞いてたった12名そのうち誰が本当に欲しいのかもわからないような、そういう立法事実がないということも明らかになっているのに、それを取り下げようとしない。そして何よりも遺族の会の方たちが安倍さんに会ってほしいということで、先ほどもお話がありましたけど、そういうふうに言っても会わない。私は6月12日の参議院の、参考人質疑の時に、寺西さん、家族会の会長の寺西さんが本当に怒りに満ち満ちて、家族の人たちの怒りと、それから悲しみと怒り、それを満ち満ちて発言されていたことに、本当に、ある面ではこうギクッとした感じをしました。本当にそのことを最後に、寺西さんはこの法案に賛成する人たちのね、そのなんていうか、そのそこの責任を問うというような発言もされたと思うんですけど、あれを聞いてあの法案に賛成することができるのだろうかというふうに私は思います。それほどひどい法案です。そして、今日福島さんが先ほど言ってました、ちょっと立ち話した時言ってましたけど、加藤厚労大臣はなんとコープロは長時間労働の削減とは関係ないって言ったそうです。のけぞっちゃいますよね。だって長時間労働をなくすとか、同一労働同一賃金を実現するって言って出してきた法案のはずです。ところが、長時間労働に関係ないで、過労死の時間内の上限が100時間、100時間はもう皆さん言ってる通り過労死の認定基準ですよね。それで長時間労働の削減などと言ってるのかなと思ったら、そうじゃなくてコープラも関係ないっていうことなので、もうそんな法案はとっとと下げてもらう。本当に、21日委員会が明日ね、国会の延長を強行するかもしれない、21日には厚労委員会があるかもしれないということで、非常にまだ気を許せないし重要な局面です。で、そういう中で労働弁護団や過労死の家族の会の方たちは15日の新橋駅と、そして、昨日も、新宿駅の西口で国会の労政審のやり取りを放映しながら、こんなひどい答弁の仕方なんですっていうことを放映しながら、議員の皆さんにも来ていただいて、
紹介をしました。関心を持っていただけると思うんですが、明日はまた雨かもしれないんですけど、秋葉原で、そういうあのそういうパブリックビューはできないんですけども、街頭宣伝をしようと思っています。21日は東京都アクションは昼の講師あの行動、そして、国会傍聴を行う予定です。なんとしてもこんな、8時間労働制をなくなしてしまうようなこんな法案を通すわけにはいかないということで、最後の最後まで頑張りたいと思います。ぜひ皆さん、あの今働いている人たちだけではなくて、皆さんの子供、皆さんの孫、そのまた孫っていうふうに全ての人に影響のあることです。ぜひあの実現者しないように頑張っていきましょう。以上です。皆さんありがとうございました。各界からご挨拶いただきました。いろいろな分野で、戦っている人たちと大いに連帯して、明日一日会期延長阻止、そして仮に延長されても諦めずに戦い抜きましょう。それでは実行委員会から報道提供を行います。選任委員会の北村さんです。お願いします。こんばんは。選任委員会の北村です。2015年10月19日から始まった19日行動ですが、33回目の今日はお子さんも含め約2200名の方に参加していただきました。どうもありがとうございます。報道によりますと、明日20日までだった今国会の会期は延長が決まるようです。朝日新聞は国会が最終盤に差し掛かり、いよいよ自民党が数の力をむき出しにしてきたと16日の社説で述べています。すでにお話があったと思いますが、カジノ法案、参議院の選挙制度改革、 TPP 関連法案、働き方改革関連法案、どの法案も日本に暮らす私たちのためになるとは到底思えない法案ばかりです。野党の意見も聞き、修正協議などしていくことも含めて民主主義だと思っているのですが、先ほど紹介した朝日新聞の社説には、安倍政権と自民公明の与党には異論に耳を傾け、納得づくで物事を進める姿勢が決定的に欠落している。安倍政権下で散々繰り返されてきた会期末の横暴をこれ以上許してはいけないと書かれていました。聞く耳を持たず多数決で決めることだけが民主主義だと勘違いしている安倍政権ですが、まだ参議院での先ほどの法案の審議など戦いは続きます。みんなで対人の声を上げ続け、最後の最後まで頑張りましょう。それでは当面の具体的な行動の提起を3点させていただきます。1点目です。6月7日に国会に提出した安倍9条改憲ノーの署名ですが、本当にお取り組みありがとうございました。ですがまだ安倍9条改憲がなくなったわけではありません。引き続き取り組んでいきますのでご協力をお願いします。2つ目です。総係、それから市民アクションで取り組んできたこの行動ですけども、今回は、前回私ここに立った時には行動提起非常に複雑だったんですが、簡単です。覚えて帰ってください。あさって6月21日木曜日、ここで木曜日国会前行動を18時30分から行います。あさって木曜日はここで行います。来週28日木曜日は原発ゼロ基本法の制定を目指す市民の集いということで、19時から中野ゼロホールで集会を行います。あさっての木曜日はここ、来週の木曜日は中野ゼロホール、それを覚えて今日はご帰宅ください。そして会期が延長になった時の木曜行動等につきましては、あさってこの場で発表しますので、ぜひあさって聞きに来てください。もちろんこの他にも情勢に合わせて対応していきますので、全国市民アクションのホームページなどで最新の情報を ご覧ください。最後までみんなで頑張りましょう。実行委員会からの行動提起でした。
2つのことでしたので、皆さんよく覚えてお帰りください。それで、発言はこれで全部なんですけれども、はい、最初に予告しました通りに、キャンドルアピールをしたいと思います。皆さん、キャンドルをお手元にあると思いますので、スイッチを入れて掲げてください。そしてこれを送ってくれた家族の仲間たちが、戦いの中で歌ってきた真実は沈まないという歌、もう皆さんもご存知かと思いますけれども、これを歌っていきたいと思います。準備よろしいでしょうか？はい、いいです。じゃあお願いします。はい、皆さんこんばんは。もう覚えた方も多いかと思います。真実は沈まないのこの日本語バージョン、みんなで歌っていきましょう。よろしくお願いします。はい、いいですか？倒そう。安倍政権をみんな
今すぐ倒そう、必ず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 倒そう、今すぐ退陣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 、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 憲法を壊す総理はいらない、憲法を壊す総理はいらない、改憲発議絶対反対、改憲発議絶対反対、憲法を壊す総理はいらない、憲法を壊す総理はいらない、改憲発議絶対反対、改憲発議絶対反対、権力私物化許さないぞ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 、今すぐ退陣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 、掘りかけ疑惑徹底追及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 、安倍首相の責任重大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 、今すぐ退陣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 、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 安倍政権退陣、勝ち取るまで、最後の最後まで、共に頑張ろう、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 